はい、本日はですね、僕の嫁に対する質問コーナーをやっていきたいなというふうに思います。ということで、ここに、置物のようにありますけども、これはうちの嫁でございます。嫁がね、マスクをかぶってるんですけども、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、もう早速皆さんからついこの間インスタグラムで質問の方をね、問い合わせていただいておりましたので、それをね答えていきたいなと思うんですけども、マネキンよりだいぶちっちゃいですね。これ見たらわかるけどもね、本当だね、だいぶちっちゃくなってるんですけども、はい、よろしくお願いいたします。ではですね、もう早速皆さんがいただいた質問っていうのを、バン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 、聞いていきたいなと思います。ちなみに今回いただいた質問が74個ということで、以前僕が質問コーナーした時は僕60個ぐらいしか来てませんので、僕よりも皆さん嫁に興味があるということでね、どんどん聞いていきたいなと思います。まず一つ目の質問、顔は出さないんですか？正体が気になります。はい、絶対出しません。嫌なんですね。はい、嫌です。なんで嫌なんですか？だってさ、まあ、たっくんそんなに変わる方ではないのにさ、ボロクソに褒めてるじゃん。僕結構打たれ強いからね、うん、私打たれ、ボコボコされてるけどね。そう、打たれ弱いからさ。確かに、ちょっとでぶれたら嫌だから。そう、ね、出ません。一緒、一緒出ませんね。はい、一緒出ません。もうこれは変えないんですね。変えません。はい、わかりました。はい、次の質問、帽子好きなんですか？うん、そうですね、帽子好きです。いいですか？もういいんじゃない。はい、はい、次、副音声またやってください。あー、副音声ね。これはサードチャンネル、はい、君のチャンネルが実はあるんですけどもね、うんうん、この人のチャンネルがあるんですけど、うん、もうそれもね、その辺で一生懸命やってる人もチャンネル登録でなかなか伸びんじゃないですか。この人3000人ぐらいいてるんですよ。適当にやってるのにほんまになんか持ってますけどもね。はい、ありがとうございます。はい、また副音声やってくださいということでした。はい、わかりました。では次、拓蔵さんとの出会いをぜひ聞きたいです。これでもどっかで話してるよね。僕からはいっぱい喋ってる。うん、出会いは海の家、え、グラミじゃない？でいい？行ってない？いいか。はい、はい、じゃあ次、顔みたいです。あ、見せません。はい、女性視点のノースフェイサーお願いします。どういうこと？だからノースフェイスを女性目線から見てどう思いますか、うん、みたいな。あ、いいんじゃないでしょうか。え、女性が着るものってこと？そう、君もよく着たりするでしょ。今日着てないけどね。今日このパンツも今日。あ、パンツね。はい。これはバーブライとかなんかでしたよね。そうですね。これめちゃくちゃいいし。もうこれ3年か4年ぐらい履いてるから、そうそうそう、色薄くなってグレーみたいになってるけどね。え、そんなことないよ。あ、そうなの。このロゴがいい感じにも剥がれてきて。目立たんくなってきた。あ、全然剥がれてなかった。はい、次。ちょっとこれはね、質問入ってなかったんやけども、うん、よく聞かれるから今思い出すから聞いてきます、うん、なんでこの、ゴリラというかチンパンジーの仮面かぶってるんですかっていうのを聞かれますか、ね、はい、これはたまたまその顔出ししたくないから、なんかじゃあお面買おうかって言ってアマゾンでパーって見た時に適当によしこれで決まりました。なるほど。他スパイダーマンっていう案もあって、そうそう、でもスパイダーマンは顔出ししたくない。形が輪郭が出ちゃうからあれやけど、これだ輪郭出へんもんな。そうそうそう、細い顔してるかもしれへんし、うん、まん丸い顔してるかもしれへんし、うん、それは分からへんけどね。 そういうことでやってるんですね、はい、はい、では次、今年バルトロなんか買いましたかと。買ってないですね。今年は買わないんですか？2022年はバルトロですか？はい、大丈夫です。もう熱冷めちゃったんですか？いや、そういうわけじゃないけど、違う欲しいダウンがあるし、もう私黒好きじゃん、はい、だから黒のバルトロゲットできた時点で去年、ね、もう別に大丈夫かな。なるほど。次、一緒に動画出てください。どういうこと？僕と一緒に、うん、またいっぱい出てくださいねっていう、まあ、要望というか、質問ではなくて要望やねんけどね。はい、出ます。でもこの人の場合ね、動画出てるという感覚っていうよりかは、そこに楽しみがあってたまたま動画撮ってるような、どっちかってそっちなんですよね。動画撮るから出たいっていうよりかは、旅行に行くからしぶしぶ動画撮ってるっていう、まあ、いやいや撮ってる状態なんですけどもね。そうですよね、はい、別に乗り気では全然ないですもんね。うん、うん、わかりました、ありがとうございます。はい、では次、ノースフェイス好きなんですか？好きですよ。好き、はい、好きなん結構あるもんね。そうだね、好きですよ。これ以上出てこないのがあんま好きじゃないかもしれないですけど、ね、好きな方やんな。そう、好き、一番好きとかっていうわけじゃないけども、うん、そうだね、まあ、タックとお揃いで着れたりするしね。あ、お揃い好きなんですよね。そうですね、うん、なるほど、はい、では次いきます。歯科衛生士は辞めちゃったんですか？うん、そうですね、辞めてますね。いつ辞めたんですか？もう2年ぐらい前じゃないかな。え、そうだよね、2020年の12月31日に辞めました。そうだね、うん、2年ぐらい経ってるね。そうですね、もうちょっとで2年ぐらい辞めちゃいましたね、うん、はい、辞めてます。もうそれはそれはな、ん、職場の先輩らはもうぶん殴ってな、胸ぐらつかみ合うって、おらって辞めてきたよね。明日飲みに行く仲良しやねんな。デンタル会って言ってね、歯科衛生士の会っていうことはデンタル会で、今でも仲良くしていただいてるみたいで、本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあなんで辞めちゃってんって話じゃないか。しかも辞めた歯医者の今年の忘年会も誘われてる。そっか、
なその時にあの圧力で暴力で制圧したから、うん、もう向こうビビってるわけ。違う、かなりちっちゃいのにね。はい、呼んでもらいました。院長ともね仲良くさせていただいているということで、はい、円満大社でよろしいですか。はい、円満大社ということでよかったです、はい、では次、福岡ではフルフルの明太フランスを食べてください。フルフルね、フルフルは、見たね。知らん。あのキャナル市の近くのところ。あ、有名ないなあそこ。そう、で結局違うとこ行ったよな。そう、違うとこ行って。どこやった？パンストック。パンストックね。そう、フルフルはお休みだったんだよね確か。そう、行けなかったんですけど、パンストックの明太フランスは買いました。なるほど、かしこまりました。しかったです。ちなみに身長っておいくつですか？え、152歳。ちょっと伸ばしてますね。最初聞いた時1って言ってね、そのうち2になって、そこから3になって、伸びたかどうかっていうと、どうしかと7身だよな気がするけど、伸びてるんですよね。伸びてる。これだって髪の毛でだいぶあるけど、ほんまはここやから、ここより下ですからね。すいません、話関係ないです。じゃあ次、嫁蔵さんの理想のファッションを拓蔵さんに着させてください。要はメンズの好きな格好ということ。具体的にどんな感じでってあったりする？こんな格好好きやったよとか。ちょっとダボって感じ。あ、ゆったりめのね。ゆったりめのなんか黒で、うん、黒のパンツとダボっとしたやつに、だから好き。上はどんな感じ？上もちょっとダボっとした感じ。ああ、ゆったりしてる感じの大人な、リラックスしてる感じが好きですか？大人の男性が好きなの。なるほど。どうしてこうなってしまったんだろう。だからほんまはこういう色も嫌いやねんな、この髪色もね。そう、黒。黒髪でもうちょい落ち着いた感じが好きなんですよね、うんうん、どんどん違う方になっていってるんですけど、結婚してからどんどん軌道がどんどん変わっていってね。あの学校の先生だとそんな金髪できませんからね。そうだね。はい、と言いながらあなたも金髪で、金髪の話もまた出てくるよ。あ、そうなの。はい、そろそろ素顔を笑い、はい、草って書いてるけど、もう大丈夫です。大丈夫です、草っていうことでいいですか？いいですね。見せません、はい、YouTube で旅行の時に使用しているヴィトンのバッグは、うん、サックプラ BB ですか？はてな。あ、そうです。あ、それで合ってんの？はい。で次、九州でお気に入りのスポットはどこでしたか？どこだろう、九州、うん、やっぱり阿蘇山良かったよね。あ、阿蘇山ね。阿蘇山、うんうん、景色良かったよね。景色良かったね。あとはどこだろう、まあ、でもそのぐらいかな。まあ、そこがあのなかなか旅行ってな、俺は1日しか行ってないんで、うん、その観光バッと回られへんな。そう通り道とかで寄るって感じだったんで、うん、まあ、阿蘇山が一番イメージ良かったかな。まあ阿蘇山ぐらいしか行ってないよね。まあ糸島とか行ったけどね。糸島もなんか、ああ、糸島も行ったね。糸島良かった。桜島も見たけどね。え、桜島も見たけど、桜島、まあ、ちょっと見ただけだし、天気悪かったし。あ、長崎の夜景も見たけどね。あ、そう。花も見たけどね。長崎の夜景良かったよね、うん、すごい。結構回った気したけどね僕。すごい良かった良かった、ありがとう、まあ、そしたらじゃあいろんな観光地行ったってことかな。そうだね、うん、まあ阿蘇山が一番記憶残ったよな。朝部門で、昼部門は阿蘇山で、夜部門は夜景で長崎のね、はい、はい、夜景プラス花見がちょうどあったっていう、ね、そう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 、よかったです、良かったです。では次、お疲れ様です。九州一緒に来てるんですかということなんですけど、来てましたね。行ってました。次関東最後はどうするんですか？行きますね。行きますか？はい、はい、何が楽しみなんですか？ちなみに、みんなに会うのもそうだし、宇都宮餃子食べるのも楽しみ。やっぱり食べ物なんですね。なるほど。じゃあ次、拓蔵さんが万が一浮気したら、うん、嫁蔵さんはどうすると思いますか？思いますか、うん、もうそれはもうすごく得、もうすごい制裁を下しますよ。何、すごい制裁っていうのは痛みとかそういうことなんか、それともそのマネー的なところなんか。痛みもそうだし、マネーもそうだし、もうこのチャンネルを使っていろいろ暴いていくわ。あ、そっか、うん、闇暴きチャンネルを変えていくとかね。拓蔵の闇暴きチャンネルに変更するかもしれないということなんで、その時また楽しみにしてください。次、お寿司、お肉以外で大好きな食べ物は何ですか？お寿司、お肉以外大好きなもの、うん、つまみ系だね。イカとかさ。あ、渋いのが好きやね。そうそうそう、日本酒とかでそのおっさん、おじいさんが飲んでそうな、食べてそうなあてとかが好き。そうそう、あてが好きだね。イカの塩とかな。イカ塩辛ね。塩辛とか、ね、塩辛とか明太子とかスルメとかね。スルメとか、そう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 、そういうなんか牡蠣の燻製とか、うんうん、そういうのが好きですね。おじいさんみたいな。そうですよね。なんかワンカップに合いそうなものが好きやんな。そうね。ありがとうございます。では次、パーソナル診断で似合うと言われたカラーは何ですか？この人パーソナルカラーで僕も行ったんですけどね。その後行きましたよね。はい、そっから人生変わったよね。変わりましたね。はい、どうぞ。はい、何が？なんか似合うと言われたカラー。あ、カラーは自分で覚えてんの？イエベ春。イエローベースやね。イエローベースだったんで、緑は結構いろんな色が
合ってて、まあ、色味的にはこういう黄色、イエローがベースにしたような色味が似合いやすいよねっていうような感じで、まあ、これ顔がもうまたこれになったら診断変わってくるそうだ、ね、ちょっと違う色味になってくる。でもこれでもイエベと思うけどな、この肌の色でも。じゃあそれで選んだんかなこれ、うん、とかオレンジとか明るい色ですね。だから緑も合わんことはないんだけど、どっちかっていうとサイドが高い方が合うねんな。そう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 、ガッと明るめの色というか、なんか知らんけど結構ピンクも入ってたよね。入ってた、パッとしたピンク、やっぱこういう色とか青系が入ってなかったんでね。こういうのって知っておくだけでもうマジで変わるもんな。うんうんうん、あと柄物も似合うって言われました。そっからねまたいろいろって買い物も楽しくなりましたよね。そうですね、よかったです。では次、今一番テンションが上がる瞬間は何ですか？それはもうね、何え、イニちゃん見てる時よ。あ、INI ね、はい、っていうのが INI っていう11人組の男の子のグループがあって、それを見てる時が一番幸せです。でこんなんして踊ってもらこれ私友達を見てるから恥ずかしいんだよ。あ、そうかそうか、ごめんごめん、つい暴いちゃった申し訳ないです。じゃあ次、もしもシリーズです、100万円もしもらえるとしたら何に使いますか？私は投資とかは全くしないので、もう全部好きなものに使います。全く逆ですよね、はい、僕は増やして考えるけど、増やす方を考えてね、はい、パソコン買ったりとかしてどうやって収入増やすかって考える、はい、君はどう消費するかという、浪費するかって考えますよね。わ、はい、かりました。何に使うんですか、ちなみにその際は。服、そうだね、今服欲しいから服とか、そのタックに買ってもらえない額のものを買うかな。なるほど、まあ、僕の経済力では無理なところですよね。そうですね、なるほどなるほど、誰かあのください、よろしくお願いしますこの人にね。では次、来年何かやり始めることはありますか？何かトライすることはありますか？来年2023年やね、2020、ああ年女だから、うん、とりあえず何か気をつける。何、役年ってこと？そう、役年だから。そういうの気にするもんね。そう、翻訳だから、あ、年女じゃない、間違えた、役年だから、うん、そう気をつける、翻訳だから。ほんなら何かお払いとかもするってこと？うん、あ、そうなの。うん、この前だって、うん、私この前っていうか1月か2月1人で、うん、あの前役のあれ行ってきたよ一人でどこだっけあれ。そんな好きやなほんまに俺全然興味ないからなるほど、まあ、あの気をつけてくださいね、はい、来年役同士、はい、気をつけます、はい、では次、人生とは、うん、人生とは、うん、楽しく生きる。そうですね、嫌なことは何も考えないっていうね、はい、嫌な書類も開けないということで、あの市役所とかから書類取り出しても一切開けませんもんね君はね。いや、好きなことの書類だけ開けてる、はい、なんか楽天で物買った時だけ僕の分も開けてくれるということで。じゃあ開けてって言うからじゃんそれは。そうかそうかそうか、でも開けるの楽しいでしょ。楽しい、開けるの楽しい。書類が楽しくないでしょ。え、書類が楽しくないでしょ。全然楽しくない、うん、わかりました。なるほどね、はい、まあ楽しむことであるということですね、はい、で髪色なんですけどね、金髪めちゃくちゃ似合ってますが、はい、あと何色に染めたいですか？卓造カラー以外で。卓造カラー以外、これ卓造カラーだと思われてるのかな。それぞれ俺が先言ってんねんから。それそうか、あのまあこれちょっと黒髪になってるけど、この中が金髪なんですよね、はい、そうですね、ブリーチ2回してキンキンにしてますので。はい、そうだね、別に今気に入ってるのかな。うん、そうだね、なんか奇抜な色は嫌だな、あんまりに。服とかサイズ変えちゃいそうだし、金か茶色か黒かみたいな感じ、うん、やるとしても今後、うん、そうね、他はやらないのな。やらない、そういう変なことはしない、冒険家じゃないんですよこう見えてね。めちゃくちゃ安牌を狙っていくっていう感じ。はい、なるほど、わかりました。一番好きな食べ物は何ですか？一番好きな洋服のブランドは何ですか？服とブランド、うん、あ、好きな食べ物と、それはもうお寿司でしょ。お寿司ナンバーワン、あの和食ナンバーワン、ずっと頭の中にお寿司お寿司お寿司ってあるよね。そうそう、お寿司やったら毎日でも食べれるんですね。はい、はい、それはちょっとあれだけど。そうかそうか、はい、次は好きなブランドは何ですか？服、ブランド、うん、なんだろう、いつもシップスとかかな。まあセレクトショップが好きかな、どっちかっていうと。シップスってブランドになる？うんブランドじゃないよね。でもオリジナルブランドも出してんじゃんかな。まあお店で言うとシップスとか、あとビームスとか、うんうん、ユナイテッドアローズとか、うん、アバンリサーチとか、うん、もうこの辺りは鉄板よな、うん、もうメジャーなところしか行かないです。コアなところとかちゃうねんな、もとにかくもう万人受けみたいなのが好きなのね。なるほど、はい、ありがとうございます。いいですね。では次、嫁蔵さんもユラックスのサウナかましましたか？ぶっかましたぜ。よかった、はい、でもあのボタンはなんかお湯がねバーって出て、お水か、うん、バーって出てくるボタンは女子は誰も押してなかったので、へちょっとさすがに押すのを気付けたので、ぶっかましてはないかな。あ、そうなんや。でもめちゃくちゃよかったです。ユラックスもう一回行きたいです。よかった、はい、よかったです。歯科衛生士として、うん、今一番おすすめの歯磨き粉と歯ブラシってありますか？もうやってないからわかんないな。
ちょっともう分かんないんで、あのもうほぼ素人やもんな、うん、もう2年も空いたらな、歯医者さん行って聞いた方が絶対いいと思います。はい、はい、お寿司の次に好きな食べ物は何ですか。もう寿司が好きってバレてあるよお寿司の次なんだろう、餃子とか。いや餃子じゃない、肉やろ。えでも肉も最近ちょっと芋ったりするじゃん。パン、まあ、パンも好きやな、うん、確かにパンも好き。パンやったらどんなんでも大体好きなんちゃうから、うん、パンだね、パン好きですわ、うん、ですわ。でどっか行ったりしても朝ごはんで言ったらパン屋さん見つけたら行こうかってなるもんな。うんうんうん、まあ、パン好きですね。パン好きですね。次どんな顔してるか一度見てみたいです。見せません。芸能人で誰に言われ似てるって言われますか。誰にも似てません。嫁のさんも学校の先生してたんですか。できません。免許持ってるんですか。持ってません。持ってないんですね、はい、ちなみにネイルのデザインってなんで決めてますかって。ネイルデザインはインスタで、いろいろ調べて。出さへんやちょっとそう伸びた。じゃあ今回ちょっとそんな気に入ってないから。気に入ってないか。そうかそうか。もう一回デザイン変えてもらうな。そう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 、3週間とか1ヶ月に1回とかで変えてます。何歳ですか。え、31歳です。31歳、うん、今まで美味しかったお寿司屋さんって何ですか。うん、あそこだね、北海道の豊だっけ、豊かだっけ、豊かな、豊か寿司ですね。豊か寿司ね、はい。いつもネイルが素敵ですが、うん、自分でやってるんですか。いや自分じゃできなかったのでもうお任せしてます。お姉さんにやってもらってんな。はい。では、そろそろ、顔が見たいです、はい、顔出ししてくださいとか。見せません。見せませんね、はい、ちょうどかぶり物の話もあったわ。なんであんなリアルな猿のかぶり物をチョイスしたんですかって言ったけど、うん、まあさっきも言った通りやね。はい、豚だったかもしれないし馬だったかもしれないし。そうそう、最初に見つけたのがこれやってんな、うん、もうええや言って、うん、キリンとかもあったような気がするけど、馬とかあったあった、もうこれでいいかって言ってな、うん、何のこだわりもないしな。はい、学生の時の部活は何ですか。ソフトボールです。中学校はキャプテンですもんね。なんつったこの人がキャプテンしてるっていうね、すごいです。守備はどこですか。セカンドです。そうですよね、大体背引く人ってセカンドですね。肩弱弱だから。何番打てたんですか。2番です。2番ですね。2番セカンド、職人系ですね。右打ち左打ち左で走りながらセーフティーバントしてたな。そう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 。足は速かったの。足は速かったんだよ。あ、そっか。びっくりするけど。そっか、はい、足速くて2番セカンドでキャプテンやってな。はい、なるほどなるほど。なんかそういうの、野球とかソフトボールの守備位置と打順聞いたら大体性格ってわかるやん。どんな性格。あー、なるほど、そういう感じの人ねみたいな。どういうの。野球やってる人って多分わかると思う、ね、あー、なるほどなるほどみたいな。どういうこと。どういう性格。それを聞いた上でなんかなんていうの、派手じゃないけども、うん、まあ、確実な感じとか、うん、チームに徹する感じなんやろなみたいな。うーん、協力的なんやろなみたいな。おお、素晴らしいじゃん。4番ファーストとかやったらなんか自分っぽい、自分中心っぽいやん。あと4番ピッチャーとか。そんなことなかったよ。4番ピッチャー、もうその子のクラブやん。そうだからめちゃくちゃ自己中っぽいやんか知らんけどな。いいの言い方、そういう人いるのにきっとね。ねえ、はい、歯科衛生士としてあなた働きますかと、うん、今後どうなんだろう。パートとかでもしかしたら働くかもしれないね。フルではちょっともうきついかな。まあフルっていうのは週5回は働かないってこと。うん、パートって何回ぐらい。週1回2回とか。まあそんな感じじゃない、その空いた時間とか、午前中午後だけとか。なるほどなるほど。はい、米沢さんの好きなブランドってありますか。ブランド、うん、服ってこと。うん、そうじゃん。まあ、さっき言った通りだよね。服だけじゃなくても結構チョコレートのブランドとかも知ってるもんな。お菓子屋さんとかさ、うん、お店屋さんとかの名前もよう知ってるやん。そっちの方が詳しいかもしれんな。そうかな。うん、嫁と実家に帰って行ったりしますか。嫁と実家に帰って、これ多分ね、うん、これ多分甥っ子かもしれないんだよね。あー、そうなんや。わかんないけどね。でもまあちょこちょこ帰ってるよな。 2,3 ヶ月に1回ぐらい帰ってる。うん、そうね。ね、まあ、コロナになる前は普通に1ヶ月に1回帰ってたもんね。そうやね、うん、だけどね、こっちが嫌やからね。そんな感じでましたね。はい、わけわからない質問ですけどもね、うん、僕がサッカー日本代表の卓蔵さんか、うん、WBC 日本代表の卓蔵さんやったらどっちが好きですか。どっちでもいい。君ソフトボールもやってたから野球じゃないの、うん、まあまあ、サッカーで意味わからへんやん。オフサイドとか知らんやん。知らない。まあ野球やろ。まあ頑張ってれば何でもいいよ。あ、そうか、うん、と一番お気に入りのノースエースのアイテムってありますか。たっくん買ってくれたパンツよ。これじゃない、もう一つのパンツ。なんか買ったっけな。あそこで服の、あ、バーサタイル。そうそう、バーサタイルロングでね。そう、あのシャカシャカのやつ、うん、あれはもうゆったりのやつね。もうほぼ毎日履いてるね。なるほどなるほど、ありがとうございます。今年はダウンアウター何を着てますか。今年は黒のバルトロか、うん、たっくんのコノハのヌプシか、うん、カモフラのヌプシかな。高澤さんと出会う前は、うん、嫁蔵さんどういうファッションされてましたか。
結構変わったよね。あ、変わったね、うん、だからアズールとかそういう暗い系、もう黒ばっかりやったよな。黒白、うん、終わりで、別にその素材感とかも分からないしな。そうそうそう、そんなのこだわってないから。でも今となっては分かるやん。例えばさ、うん、とある某ブランド行ってさ、うん、これちょっとチープな素材やなとかってもう分かるもんな、うん、T シャツとかこれ絶対1回でも首折れるなっていうのはなんとなく分かってきたかな。でもあの20代前半の時とかってわけ分からず、とにかくもう何でもいいって感じだったもんね。うん、もう黒と白だったらもう何でもいい。だからザラとかH&M とかも買ってたし、まあいいやつもあるやん中には。そのあるある、ザラとか H&M でもな、うんうん、やけどその中でもわこれ伸びるでとか、これすごいチャッチーでっていうやつを好んで買ってたよ。そう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 、分かんないからね。でもあの時の言ってた今でなんて分かるよね、はい。夢はありますか。夢、うん、あー、まあ健康に過ごす。基本的にあのそういう要望とか願望ってないから、すごい低いところに要望があるもんな。そう、まあでもまあ将来そのじさんばあさんの時にたっくんと また旅行、うん、日本一周じゃないけども、日本とかもそうそう、海外とかもまた行けたらいいなとは思うかな、うん、確かに、うん、もう30年前とはえらい変わったなって言いながら行けるもんな。そう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 、九州にしてもな、うん、北海道にしてもな、うん、ありがとうございました。で最も多かったのがね、うん、最後の質問だけど、うん、僕のこと、うん、どこが好きですかとか、拓蔵さんのどこが一番好きとか、拓蔵さんのその好きな部分何とか、うん、僕は、たまにボケるのが好きなんですけども、拓蔵さんのね、うん、山本さんはどう思いますかとか、うん、もうその旦那の好きなところ、うん、っていうところが非常に多かった。今回74個の質問のうち、うん、それだけでも20個近くあるんちゃうかなと。嘘やろ、そんなにあった。嘘嘘、10個くらいだわ。顔なしの方が多そうだけど、ちょっと持っちゃったけど、だいぶ持ったでしょ、うん、だけどまあみんな多分これを聞いて最後締めたやろうなと思うから、そういうところで、まあ聞こうかなと思うんですけどね、この前の司会しか、うん、そうだね、たっくん優しいと、あ、好きなところは優しいところかな、うん、本当にあのね、この画面通したらなんか性格悪そうとか冷たそうって思われてるかもしれないけど、意外と本当に、うん、まあ冷たい時もあるけど基本優しいよね。あのどうですか、 Vlog 撮ってる時の動画と、うん、やっぱ違いとかってありますか。何の時と Vlog と普段、うん、だ普段はこうやってさ紹介してるだけだからさ。あ、違う違う違う、 Vlog 撮ってる時と、うん、ほんまの普段の夫婦、普段の夫婦変わんないでしょ。いやな、うん、結構聞かれんねん、 Vlog の時はあれは動画やからあれやけど普段はやっぱ全然違うんですかって聞かれるけど、まあ大体あの感じよね。うん、だし私の方がもっとひどいよね、タックに対しての扱いが。だいたいバッサリいかんのね。そう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 、だこれはいつも撮ってる時はこうやって撮ってるなって意識するから、ちょっとタックに私が優しくとかするけど、動画撮ってない時はもうひどいよね、お家でケツとかパーン、パーン、もうないじゃない、パチン、やめてって言ってやってますけどね。そうそう、穏やかだよね、ほんと基本。まあ怒らへんな、怒らないし、車も超絶安全運転だし、私の方が運転荒いよね、どっちかっていうと、うん、てか見た目と中身が逆ないの、全く。そうね、うん、じゃあ好きなところとしては優しいところとかですか。優しいし、うん、面白いって思うよ、一応、うん、ふざけたりしてね、二人きりでね。そう、あと寝顔が本当に穏やか、それぐらいかな、うん、それぐらいかな、十分でしょう。まあそうですね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、まあ、僕は普段こうやって一人で喋ったりとかして、服のレビューしたり Vlog で一緒に出てもらったりしてるんですけど、まあそういうことで嫁にね支えられてこうやって生きておりますので、まあ今回嫁添えの質問ということで、まあいろいろ答えていただきました。はいはい、まあそれぞくわしいことはまたサードチャンネルとかで結構喋ってるんだよな、うん、そうね、好きなお菓子の話とか、はい、そういう話もしてますし、うん、あ、嫁蔵が好きですよとか、何やったらもう嫁蔵だけ応援したいですっていう人はね、あの見ていただければいいかなと思うし、はい、嫁蔵最初も言ったみたいにその打たれ弱いのでね、あんまりそのひどい言葉とかひどいことは言わないようにしていただいて、どっちかって言うんやったら僕に言うから、僕いくらでもいけるから。そういうわけないよ。え、それも嫌よ、嫁の立場からしたら、はい、僕は全然いいんですけどもね、はい、まあ、そうやって言っていただければいいかなということでね、今回嫁さんありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました、はい、まあ、またね、何かあの質問とかがあれば、またこういうことも年に1回ぐらいやっていければなと思いますので、今回はですね、嫁にいろいろ質問してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ペコリー。